次回のサンデープッシュスポーツは、オリンピックで日本卓球史上初の金メダルを獲得した伊藤美誠スペシャル。甘えがない。うわ、止まらない。今回は伊藤の金メダルを支えた母みのりさんの驚きの教育を大公開。ちょっとこう眠りの浅い時に世界チャンピオンになるんだよとか耳元で言ってたんですよ。中国選手を倒せる美誠しかいないと。なんと睡眠中の娘に暗示。2人の練習場所は家のリビング。ストップ。実は僕うちも同じ卓球の部屋があるんです。え、リビング？リビングというかマンションの下に借りて。自宅とは別の、まあ、自宅の下にの部屋です。下の部屋、はい、卓球でもう一回天下取ろうとしてるんですか？いやでも小枝さんに勝てないんですよ。いや小枝さん強いですけど。強いんですよ。そんな強いんだ小枝師匠は。はい、芸能界ナンバーワン卓球プレーヤーを目指す長谷川だが、今もあるんでしょあの部屋は。あ、もうね解約しました。え小枝さんにやっぱ2回負けると。どんだけ小枝さんのせいにするんですか。日曜夕方4時55分。